今回9個ぐらいあるかなと思います。もうここにザッとあるような感じですわ。日本人用に4年間かけて開発されたこの甲の高さとか広さになってるので、すっぽり入っちゃうんですよ。サイズがすごいちっちゃいんですよ。だから入らないんですね。足が入ってないんですよ。それよりも上回っていたのが何が良かったかというと、歩き心地めっちゃいい。はい、本日ですね、2024年の最強メンズサンダルをね、皆さんと一緒に見ていきたいなと思います。ということで、今回9個ぐらいあるかなと思います。もうここにザッとあるような感じですわ。それね、見ていただきたいんですけども、残念ながら補欠となったアイテムもあったりするので、紹介していくんですけども、早速一つ目っていうのが、こちらのリグっていうサンダルね。で、その次っていうのが、ここに入ってますウーホス。そしてその次がヌーソルっていう、このアメリカのサンダル。そして僕も試し履きしましたけども、こちらのルナサンダル。これめちゃくちゃ特徴的だったから、どんなもんかなと思って入りました。で、あとは皆さん大好き、ノースフェイスのサンダルね。で、また実はレビューしないんですけど、フリーウォーターズっていうこのサンダル。これも買ってみました。そしてこれは定番ですけども、テバっていうサンダルですよね。で、次、ホカオネオのね、これもサンダルです。で、それ以外にやったら、キーンですよね。これもよく見ますけども、これはね、僕も2年か3年くらい使ってるんですけど、はっきり言って使い心地ちょっと悪いんですよ。で、次がこのテリックってやつ。で、これテリックは、めっちゃくちゃ似てるハイブランドのやつがあるんですよ。これはね、かの有名な大谷翔平選手も履いてたんやけども、これは履いてないんですよ。とある有名ブランドのやつ履いてたんですけど、その話もしていきたいなと思いますので、よろしくお願いします。なので、今回当選漏れとなったのは、ホカオネオネのこのサンダルとかも出てないんですよ。だからもう当選漏れやし、このベナッシなんかも紹介してもしゃあないし、これ履き心地悪いから、これちょっと論外でいきます。ではまずはこちらからいきましょうか。テリックってやつなんですけど、これね、大谷翔平選手が履いてたのがモンクレールってやつ、ブランドのサンダル履いてたんですよ。それがね、僕実際モンクレールの店舗行って買おうと思って行って、まあサイズはなかったんですけど、全く同じ。見た感じほぼほぼ一緒で、モンクレールは唯一ここにロゴがモンクレールって入ってるんですよ、同色で。それが唯一違うかなっていうぐらいで、あとはね、もう履いた感じとかもうほぼほぼモンクレールやなって感じなんですけど、値段とかこっち出てるみたいに、モンクレールのが確か4万8000円とか6000円とかぐらいやったんで、それ考えるとめちゃくちゃ値段安くて、リカバリーサンダルで、分かる人から見たら、あれモンクレールかな、あ、でも違うわみたいな感じなんで、モンクレールとかお好きな人とかやったらいいかもしれないんですけども、なんちゃってモンクレールですね。これテリックっていうモデルになっておりますけども、スライド式じゃなくて普通に鼻緒タイプもあったりはするんですけど、僕が持ってるのはこのスライド式になってて、僕の用途としてはこれオフィス用、オフィスの1階用として普段履いてますので、あんまり上で履くことはないんですけど、1階用として履いてます。いいところとしては、履き心地はまあまあリカバリーサンダルがいいのはいいんですけど、それ以上にこの高さがあるんですよね。だから結構身長が高くなるので、それがいいところかなぐらいで、黒はね人気で売り切れてるんですよ。だからモンクレールとかで多分似てるって分かってる人からしたら、これもうほぼモンクレールやんっていうことで、人気でなくなるんちゃうかなと思います。でサイズ感に関してもいつも通りのサイズ OK、 28だったら28とか全然 OK だし、どんなシーンで履くのっていうと、どんなシーンで履くんでしょうね、分からへん。僕は仕事用途しか履いてないから分からないっていう感じです。で次がキーンのやつね、サンダル着たいなと思います。でこれね、見てもらいたいんですけど、ここねすごいいろんな構造があるから、こう歩きやすいんかなと思ったりするんですけど、実際履いてみるとね、リカバリーサンダルではないので結構硬いんですよ。硬いし、なんか僕はあんま好きじゃないんですよね。なのでこれは何用としてうちは使ってるかというと、便所のサンダルとして使ってます。便所のサンダルを今履いてるんですけども、これは僕個人的にあんまり好きじゃない。なんでかっていうと、見た目の印象的にも少しこういう大人っぽい感じではないので、ショーツとか履くときとかは全然いいと思うんですけど、見た目の印象からあんまり良くないっていうのもそうですし、履き心地も良くないので僕はあんま好きじゃないんですけども、アウトドアとかされる方とかやったら、それこそ今からショーツ履き替えてみるとこんな感じだと合いますよね。スタイル的には全然悪くないので、本来多分こういう使い方が正しいかなと思うんですけど、サンダルでかかとないやつってちょっと踏み外したりしたらこういう感じになるときあるじゃないですか。その時にこのかかとっていうか、この肉のとこに刺さってきよるんですよ、硬いから。それがあんま好きじゃなくてね、柔らかいやつとかって、さっきのテリックもそうなんやけど、歩いとってスコーンとこう歪んだりとかしても、こう柔らかいから痛くないんですよ。だからこのキーンのやつはちょっと痛いから、きっちり履いとかなあかんって考えた時に、僕だらしない男やから、このきっちり履くのあんま好きじゃないので、個人的にはあんまり履いてないということで、しっかり履きたい方には逆におすすめで、アウトドアの人なんかにもいいんじゃないかなと思います。僕みたいにエセなんちゃってアウトドアではダメですよ。で次がこちら、テバですね。テバのサンダル、結局サンダルってね、このかかとがホールドされてるのいかに楽かっていうのを履いたら分かるじゃないですか。他になんかブランドないかなと思って、もうテバがいいのは分かってます。で見た目的にもこういうショーツとかも合うし、長いパンツも後で履くんですけど、それでも全然合ってくるし、何の問題もないんですけど、テバはもうみんな履いてるから被っちゃうよね。じゃあ違うのないかなと思って、他にもいっぱい見てみたんですけど、シャカとかなんかいろいろ買ったりとかして、それもありますけどもね、やっぱりスポーツ系やったテバかなと思うし、他にもハイブランドを見てみたんですよ。これ似てるなっていうのがプラダであったんですね。でそのプラダのやつも見に行ったんですけど、やっぱりもう売り切れてました。特にプラダのやつとかって人気で10何
何万するんですけど、もうパンってなくなっちゃうので、レーザーでね、大人っぽい感じ。これやっぱりナイロンなんで、ちょっと子供っぽさというか少年感出るので、やっぱレーザーとかでね、このスタイルがあればいいなと思うんですけど、まあ、それぐらいもう完成されてるというか、この形って素材をナイロンとかからレーザーとかに変えたりとかするとまた雰囲気変わるんやけども、この形がもう完成されてるからめちゃくちゃ歩きやすいし、疲れへんし、靴ずれもせえへんし、それでいて値段もそんな高くないじゃないですか。それはハマる人多いやろうなと。長いパンツ履いてみましょうか。こんな感じなんですけど、僕の使用用途としては夏の旅行とかで持っていくんですよ。で、夏の旅行ってね、どういう時があるかというと、例えば海入りますっていう時もあったり、普通に観光します、買い物します、いろんなシーンがある時にこのサンダルで全部こなしてくれるんですよ。海も別にこれで行けるっちゃ行けるじゃないですか。買い物とかもかかとついてるから全然行けるし、観光とかもこのまま行けちゃうんですよ。唯一無理って言ったらレストランとかクラブとかは無理なんかな、分からんけど、まあ、そういうとこ行かん限りはもうこの椅子とかあったら結構使い回しできるんですね。だから僕沖縄この間行った時なんかもこれ持って行ったりとかしてて、ビーチサンダルを別々で持ってくのちょっとめんどくさいなっていう人なんかにはね、めちゃくちゃいいんじゃないかなと思います。で、次がですね、このノースフェイスのリカバリーサンダルですね。みんな今もどこのブランドもリカバリーサンダル出してるけどもやな、とにかくこれに関しては見てもらったら分かる通りサイズがすごいちっちゃいんですよ。だから入らないんですね。で、僕普段28センチで28を買ったんですけど、足が入ってないんですよ。で、それぐらいちっちゃいサイズなんで、サイズにまず注意していただきたいなっていうところと、サイズにさえ注意すれば至って普通な鼻緒のタイプのリカバリーサンダルになるんじゃないかなと思います。で、このシリーズちょっと今からリカバリーサンダルで鼻緒のバージョン続くんですけど、こういうね、うわちょっと俺足の高高でちょっと広いねんっていう日本人の方のあなた、そんな方にぴったりなのがこのリグっていうサンダルなんですね。見た目に関してはそんなに違いないし、ちょっとここになんか書いてあるね、後ろ見たらあ、リグって書いてあるねぐらいなんですけども、日本人用に4年間かけて開発されたこの甲の高さとか広さになってるので、すっぽり履いちゃうんですよ。あらまあ、すっぽり履いるし、めっちゃくちゃええやん。特に今まで靴で足の長さじゃなくて甲の高さで選んでてんっていう人なんかはもうこのリグなんですよ。もうリグ選んどきゃもう問題ないってなるし、僕そんなに甲高くないからちょっとガボガボなんやけども、でもそんな僕がノースフェイス入らへんって、まあ結構ちっちゃいじゃないですか。だからそういうね、ちょっとサイズ選びは気をつけていただきたいんですけども、こういうのもありますし、あと僕の足に一番ぴったりしてたのがこのヌーソルってやつなんですよ。これね、アメリカで開発されたらしいんですけど、なんか親子で開発したサンダルなんですね。で、これ洗濯機に洗えるんですよ。そんなやつあるっていう感じだし、もっと言うと医者も推奨してるんですよ。アメリカの医者も推奨してるっていうサンダルなんですけど、姿勢を良くするとか。これね、僕の足にぴったりなんですよ。足ってそれぞれ皆さん高高い低いとかそんなあるから、まあそれによって変わるんやけども、今言った中のどれかには当てはまってくると思うんですよね。で、具体的に言うとどういうことっていうと、これかかとがちょっと高くなってることによって姿勢をまっすぐ保てるように作られてるっていうサンダルなので、もちろん姿勢矯正もいいし、リカバリーサンダルが柔らかいし、それでいて洗濯機にも仕込めるしとかって、まあいろんな機能があるんですよ。それはこの単体のレビュー見てください。もう忘れたから。そういうのがあったりとかするし、紹介してって言ってお声いただいてね、買わせていただいたんですけど、これがね、フリーウォーターズ28センチ。これ僕まだ履いたことないんで、ちょっとこれも履いてみたいなと思うんですけど、値段も覚えてないんですけど、これも安かったと思います。ちょっとかかとに可愛い絵描いてますけど、あ、これシールか。剥がせました。シールでした。テープも剥がして、で、タグも取って、でタグつけたい言われますからね。タグついたままですよ、これはそんなどうするんですかっていっぱい言われますから、一応タグも取っといて、今だけ取っといて履いてみると、あ、柔らか、あ、これも結構いいですね。僕多分ヌーソルとこれがいいかもしれん。あ、こっちの方がかかと柔らかいな。柔らかい。こっちの方がかかとが柔らかいです。全体的に柔らかいんじゃなくて、これかかとが特に柔らかいので、歩く時の着地が楽になるやろうなっていう印象ですけども、その分どうやろう、不安定さが若干あるんかな。なので硬さで言ったら、ノースフェイスが一番硬くて、次にヌーソルがちょっと硬め、リグとフリーウォーターどっちやろ。あー、どうやろうな。ちょっと、これ見てもらったらわかるかな。こっちの足がリグなんですけど、リグの方がちょっとやっぱ横幅広くて、こっちのフリーウォーターっていう方の方がちょっと細い。いので、これは多分足の大きさで見てもらったらいいかなと思います。じゃあ見た目感じのシルエットもちょっと変わってるんですよ。こっちの方がこうスタイリッシュな、フリーウォーターの方がスタイリッシュにパンツと一緒にキュッていってるけども、こっちの方がちょっとボコッとしてるの分かります。でそれぐらいの違いで、あとのクッション性とかははっきり言っても履いてる感じはあんまり分からへん。もうトントンかなって感じ。ここで黙ってないのがあの王者ですよ。リカバリーサンダル界の王というのが一人おるんやけども、それが誰なんかっていうとこちらですよね。神様、仏様、ウーホス様っていうのがあるんですけど、これがですね、僕ちょっと鼻緒のタイプ初めて履くんです。まだ足一回も通せない。ちょっと一回履いてみたいなと思うんですけども、履いたらどんな感じになるのか。さあ、いかに、あ、なるほどなるほど、ホールド性はこれっていうのがあるな。やけど履き心地に関してはウーホスってスライド式の方がいいかもしれないですね。足がしっかり守られてる感もあるんですけど、別にさっきのやつの方がいいかな。フリーウォーターの方が僕は個人的に、あ、微妙やな。
微妙やな。あーまあ一番柔らかいのはやっぱウーホスかもしれないですね。ウーホスが一番柔らかい。絨毯の上をふわふわと歩いてるような感じっていうのがウーホスがあって、しかもそれでいてちゃんと足鼻をホールドしてくれてる。鼻がしっかりなんかこうカバーしてくれてるんですけど、他のやつも正直もうここで言ったら95点94点93点みたいな、もうその差なんであんまり違いないんですよ。 M1 の決勝みたいな、 M1 の決勝まであの3組残ったらもうほぼ違いないでっていう感じじゃないですか。もうそんな感じ。あと好みやでっていうような感じ。ただウーホスに関しては僕個人的にやっぱりはいって思ったけど、スライドの方が好きですね。こっちの方がより楽。鼻緒のタイプは少しホールドされてるっていうのが逆にきつく感じる人もいてると思うので、僕個人的にはホールドのタイプはあんま好きじゃないな。それやったらフリーウォーターかムーソル、あーどっちでもいけるな。あとはもうここが細いかここが太いか、ここやっぱ太くなればなるほどちょっとカジュアルになってくるし、細ければ細いほどちょっと大人っぽい感じになってくるから、意外と見た目的に一番かっこいいのは僕今日初めて履いたけどフリーウォーターってやつが一番見た目的にはかっこいいかも。ちょっともう一回ウーホス履きましょうか。はいはいはい。あでも柔らかいのが一番柔らかいな。足をとにかく楽にしたい人は多分これでしょうね。うちの上もずっとハマってるんですよ。確かにその理由は分からんでもないなっていう感じはしますけども、個人的に一番いいのは今のところは見た目的にもいいって考えたらこれかな、フリーウォーターかな。で次がホカのサンダルですね。これに関してはさっきとちょっとガラッと変わったんですけど、テガとかと近い感覚でしっかりこうかかともホールドされてて、なおかつサンダルのように涼しげに履けるっていう形なんで、ちょっと趣旨は違うんですけど刺さる人には刺さるやろうなっていうようなねサンダルになってるんじゃないかなと思います。サンダルって言ってもこれは2万円ぐらいするからちょっと値段グッと高いんですけど、こういうちょっと変わったやつもあるよということと、最後がねルナサンダル。これに関しては見ていただいたら分かりますかね、僕はちょっと履いた感じの跡があると思うんですけども、1週間ぐらい履かせていただきました。結果から言うと最初は脱ぎ履きの部分がめんどくさいんちゃうかなと思ったけど、結構すぐ慣れるんですよ。確かに店員さん言ってたみたいに、店員さんもねまあまあうまいこと言いますねとかって思ってたけども、確かに脱ぎ履きは結構慣れるっちゃ慣れます。ただスッと入れてスッと出すっていうサンダルとはちょっと違うので、靴履いてるのと同じような感じ、ちゃんと靴も履くときにこう紐のとこやってキュッて履くのと同じような感じの手間はかかっちゃうので、サンダルというと少しこう履きにくいとかややこしいっていうのはあるんやけど、それよりも上回ってきたのが何が良かったかというと歩き心地めっちゃいい。クッション性そんな絶対用なんやんで、こんなに薄っぺらいビブラムソーマ履いてるだけやったらクッション性いいわ、ちょっとこれはお前これプロモーションちゃうって広告ちゃうかって思われるかもしれんけども、ご安心ください、悪いとも言うから。何かというと裸足で歩いてるような感覚で折れるんですよ。人間裸足で歩くってあんまりないんやけどめっちゃ気持ちいいんですね。風を感じたりとか歩くのが楽しくなるんですよ。だから1日あんま脱いだりしない人とかはめっちゃいいと思うんですよ。ただ僕の生活スタイルに合わない。なんでなんかというと僕職場に来たら1階のサンダル2階のサンダルってその各部屋によってサンダル分けてるんですよ。それを毎回脱ぐのが邪魔くさいんですよね。だからあまた脱がなあかんまた履かなあかんと思って、それが邪魔くさいなと思ったんやけども、いいなと思ったのはどのタイミングっていうと、家の近くちょっと散歩したりとかちょっとコンビニに買い物したりするときに箱箱をと思って履いたりとかしてパーって歩くときにめっちゃ気持ちいいやんと思って。確かにアパレルの店員さんとかって脱いだり履いたりする機会ないじゃないですか。基本これもう履いたらそのまま仕事行きはって接客されてそのまま家帰ってくるって感じだから、脱がへんこと考えたらそういう人はめっちゃいいやろなっていう。リカバリーサンダルですごいいい技術に包まれてるという柔らかさではなくて、本来の人間が感じるべき自然な感じを感じれるっていうか、その気持ちよさがあるんですよ。だからこれも全く別物、リカバリーサンダルがあるから民族っぽいのいらんなんじゃなくて、民族っぽいのはこう原点回帰するというか、これもねやっぱおじさんならな分からへんと思います。若い20代ではちょっと分からへんと思うけど、やっぱおじさん、この僕も今35ですけども、35のこの脂乗ってくるぐらいから、あ裸足っていいよねっていう、すごい気持ちいいよね、心が解放されるよねっていうのをね体感できるんじゃないかなと思いますが、僕の生活スタイルに合わない。だから履く機会が少なかった。ジム行く時も毎回脱がなあかんし、仕事場来ても毎回脱がなあかんってなったらいつずっと履いとけんのっていうのが分からんかったんで、個人的には残念やったなとは思うんですけど、タイミング見てねまたいろいろ気持ちいいんで履いてはいきたいなと思ってます。今年買った中で言うとやっぱり一番って言ったら、まだ履いてちょっとしか経ってないけど、ヌーソルとフリーウォーター、この2つはちょっと良かったなと思うし、他が悪いわけじゃないんやけど、他はあくまでこうレビュー用に買ってるだけで、僕がプライベートで履かせたら履かへんかなっていう感じなんですけど、トップ3で言うとこれかなっていう、3つ目はこれだけど、生活スタイルがちょっと限定的やなっていうところが気にはなったんで、それがね僕の正直な意見かなと思います。だから皆さんの生活スタイルによっては、いやタクソーはそう言うてたけども俺には合ってるよっていうのが絶対あると思うので、そういうところで見ていただけたらいいんじゃないかなと。そのために僕もね正直に話させてもらって、俺には全然関係ないことやから全然大丈夫やとか、あ俺には該当しないから俺は買おうとかっていう風に判断してもらったらいいんじゃないかなという風に思っております。
2024年、サンダルも多分買い張る方もいらっしゃると思うし、セレクトショップなんかで見ててんけど、気になっとってんの。あれ、タクト正直どうなんていうのをね、今回お話しさせていただいたということになっております。またもしね、おすすめのサンダルとか、いや、これもちょっと買ってレビューしようっていうのがありましたら、コメント欄の方でお待ちしてますので、よろしくお願いいたします。ということで本日はですね、2024年メンズサンダルの最強はどれだという紹介になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。